まずはい、なんといきなり乗った 25SX、はい、少しの距離乗ってきました、はい、あまりマーサの 25SX、はい、ちょっと乗ってみました。ちょっと見ましたどうぞ。はい、本当に少しだけそんなに加速することもなく、まあ、出しても3速4速ぐらいで走ってきたんですけど、短気筒っていうこともあり、短気筒特有の振動っていうのはありました。で、まあ、短気筒は振動があるんだよっていうのを今教えていただいたので、あ、これが短気筒特有の振動なんだ。でも私が乗ってる忍者 250R と比べたら全然優しい振動です。で、乗った感じ、私昨日 V ストローム800も乗って、大型の方も乗ってるんですけど、その乗ってる感じの感覚はどちらも高さも見えてる景色も一緒です。ただ座った感じびっくりしたのが、シート高は一緒なんですけど、こっちの大型 V ストローム800の方がなんと足つきがいいんです。で、ね、どうしてどうしてってなったんですけど、このシートの切り方、ちょっと SX の方が足つきが浮くかな。でも全然身長170センチの私がまたがって乗ってもつきます。つま先ちょんちょんではないです。母子球ちょっと後ろぐらいまでつくかな。なので全然信号待ちとかしてても怖いこととかはないです。まあ中型だけど大きいバイクに乗れるっていうところで V ストローム250、排気量250だけどかっこいいの乗りたいなって方にはおすすめです、うん、あと800と比べると、私は見た目は SX の方が、見た目のこのタンクの細さ、このちょっと丸みを帯びたスタイリッシュな感じは私が好きです。かわいいなって私の感覚でいくと可愛いなっていう感じですね。この風よけ800と比べると、まあ、全然形も違うし大きさも違うんですけど、ここのアームの部分、手の指の部分のガードもあるので、風寒くても800の方も割とこれで流してくれてはいるんですけど、こっちでもその分あるので、まあ、街乗りもオフロードも、まあ、泥除けとかにもなりますし、風除けにもなるし、あ、街乗りもいいなっていうふうに思いました。あとはですね、この状態けどエンジンかかんないか、エンジンをとても優しいです、うん、なので全然住宅街で、ね、東京都内に住んでる方でも、まあ、ちょっと都心から離れた方で周りの音が気になるなって方でも全然音は静かですよあとは装備としてはもう本当に単純にそんなにたくさん複雑なものがついていないので、あんまり使いこなせる自信がない方でも楽しんで乗ることができます。もう私が割とアナログ派なので、まだ大型の機能っていうのが使いこなせてなくて、それはそれで楽しみはあります。でも使いこなせなくてちょっと心配だなっていう方はこっちの中型の乗って楽しむっていうのもありですね。他にはこの
まあ、細身なのでニーグリップのしやすさもありますし、ニーグリップした時のここのちょっとしたデザイン、これもあることで割とニーグリップしやすいのかな、意識することはできますよね。割と長距離走ってたり渋滞とかしたりすると意識っていうのができないじゃないですか。たまに忘れちゃってたり、あ、気づいたらニーグリップしてなかったっていう時もあるんですけど、割とキュッてできるので、いいですよ。そこ通れるかな。はい、では。はい、今回はオフ会ツーリング中での V-STROM250SX ちょこっとインプレでした。車幅も 880mm と細身でスタイリッシュながらアクロ走破性も兼ね備えた1台です。全長 2180mm と800無印よりは 7.5cm 小さめ、シート高 835mm で800無印より1cm 高くなっております。この内容が今後インプレ内で言えるようにマーサ頑張ります。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。MSTV チャレンジ女子アナ男子キャスターも募集しております。また MSTV 制作委員会へのご参加もお待ちしてます。